どうもみんなも世界100億人の数少ないからこの皆さんおはようございます。花尾西です。はい、11月19日はい、朝です。朝です。はい、ちょっとこれ髪が切れちゃうからちょっと思ってた。あ、すいません今日はね、もう最近もうルーティーンがね、もう午前中は編集やってっていう感じなんですけど、うん、はい、まあ今日もそういうルーティーンなんですけど、明日からね、3日連続で打ちたいなと思ってますんでね。ね、夢のような時間です。あパラダイスが待ってますから、明日からですな。はい、楽しいこともあるもんね。うん、楽しいこと、楽しいことバトル企画。あ、22日。ええ、ちょっとむっちゃっていいですか、それは。予告しよう。予告しますか。うん、22日ちょっとバトル企画ありますので、はいはい、まあね、楽しいです俺相当楽しみだよ、うん、はい、実は、うん、はい、どうなるか、ええ、その企画もちょっと考えましょう、もう少し。そうね、もしならないとね、うん、いけないね、うん、はい、わかりますか、意気込みは。今日の意気込み、今日の意気込み、うん、今日の意気込みはアイラを仲間にする。あ、そっちかいそっちばっかりやないかドラクエ面白いんだよ。パチンコもなんだかんだ言ってね、2日連続で10万勝ち10万勝ち来てからその3連敗ですからね、多分。あ、3連敗か、3連敗、うん、今日は勝ちますよ、今日勝とう。はい、うん、そんな感じです。そんな感じです。はい、いきます。はい、どうもどうも。今日はですね、僕が東京で知り合った友達、うん、達也くんが来てます。はい、こんばんは。はい、なんか宇都宮に今住んでて、はい、おすすめのラーメン屋があるって言って、うん、あ、ラーメン屋かと思って近くなのかなと思ったら車で30分ぐらい走らされてそんな遠く行くかと思いましたけど、おすすめで美味しいんですよ。はい、いいね。で、そんなお店がここね、はい、ここで、これこれ清水さんね。清水さん、はい、うん、ちなみに何年ぶりあったの？6年ぶりかな。うん、うん、いや、久しぶりですね。久々、はい、うん、本当に、はい、まさかパチンコの旅をしててくるってね。そうだね。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうね。はい、食べましょう。はい、ありました。ういっ、はい、どうもこんばんは。9月違います、11月19日はい、そうでございます。正解です。はい、今日の報告です。はい、今日もね、午前中編集めちゃくちゃ頑張りました。やりましたね。頑張りましたよ、サボってないですよ確かに頑張ってたな。頑張ってました。頑張ってます。で、その後うちに行って、うん、どうだったか。はい、今日も負けました。また負けた。4連敗。いや、ちょっとね、答えるね。くー、さすがにね。くー何ですか今日はね、ルパン、うん、ラストゴールドやったんですけど、うんうん、まあ、マイナス3万8000円ぐらいですかね。ですね、うん、負けちった、またか。回転数も 21.5 ぐらいだったかな、2人とも。うん、うん、ね、もうちょっと欲しかったかな、うん、もうちょっと欲しかったかな。有料代って感じじゃないもんね、うん、どうですか、ひねり値やってみてどうでした？まあ、あまりやる機会なかったですね。うん、そうだね。まあ、やってみて、うん、まあ、結構入るなと思ったけどそうなんですよ、はい、結構入った、結構入ったけど、まあ、慣れてなかったな。慣れたらもうちょっとうん、いけそうな感じだったよね。っていうかさ、なんかあの、うん、右打ちするじゃん。はい、そうするとあの上のアタッカーが開くときに、うん、まあ決まりやすいじゃない。うん、で上の決まりですね。そうそうそう。で、上のアタッカーが開いたときに弱く打ったときに違うルートからさ、うん、そう、入るじゃん。はい、左ルートからね。そうそうそう、うん、あれ結構ポロポロ落ちない？落ちます。落ちるよね。はい、あれうぜえなと。あれがあったらね、うまくいかないわけでしょ、ポロって落ちちゃう。そうです、うん、まあ、でも左ルートからだったら入りやすいんで、まあ、うん、それはしょうがないです。あ、まあ、それ僕のルパンの止め打ち動画見てないんですか発信側なのに。僕はこのチャンネルで止め打ちがこうだって教えてるのにすいません、ちょっと見てないですね。いや、見てください何、うん、なんかあんの美味しかった。え、
打ち方あんの？いや、ありますけど、だから左ルート行ったらこぼれることもありますけど、それは仕方ないですよ、みたいなことしてますんで。そういうことね。はい、すいません、勉強不足でした。あと、ウェアアタッカーの時は、うん、一応カウン何個入ったかたまに忘れちゃう、分からなくなっちゃう時あると思うんですけど、うん、宝箱を見れば何個入ったか分かってるのか、分かりました？あの、それは、それは、はい、ちょこちょこ確認しながら、そう、忘れちゃったら、はい、はい、まさに、あのね、ひねり打ちをするための台みたいな感じですね。やっぱ、うん、ねえ、こうやって8割決めるって言ったっけ、宝箱ちゃん。うん、8割決まります。すごいね、8割決まったら相当だよ。16ラウンドあったら12回ぐらい入っちゃうわけでしょ。はい、そうですね。16ラウンドで、うん、まあ、6個ぐらい入れたんで、うん、はい、8割決まりますね。うん、すごいね。いや、違うでしょ。16ラウンドで6個決まったんで、8割決まりますねって。ああ、16ラウンドで6個全然いいじゃん。いや、今のボケですよ。ああ、すいません、はい、80% の方拾っちゃったんです。すいません、はい、何個ぐらい、まあ12個入ったって言ってましたね。12個、うん、8割で12個だね。パッて言ったら、あ、じゃあ8割ですね、うん、はい、合ってます。うん、合ってます。はい、まあ、僕の場合は、ね、球越したら強弱弱、なんか、じゃあ、強、間違えたね、弱強強ってするんでね。はいはいはい、だからこぼれもさらにフォローできるっていうのがありますからね。うん、それでちょっと上がりますね。はい、勉強になります。はい、はい、うん、って感じ。ね、あとは友人がね、うん、そうそう、早く上がれたので友達が、はい、ラーメン連れてくれました。車で30分。はい、はい、惜しかったね。感想の方はちょっと僕は、あのね、控えたいとは思いますけど。チャンネル登録してくれ、チャンネル登録さ作業してくれたんだね。してくれたね。はい。決してそれは言うのは良くないと思うんで。はい。そういうもん、そういうもんね、うん。はいはいはい。感想言うのは失礼なことなんで。そうなんですね。はい。おお。うん。車で30分かけて連れてきましたからね。2回も言うなやつね。強調するんじゃない。ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございました。うん、これから。チャンネル登録してくれたんで毎回見てくださいね。必ずですよ。必ずグッドボタンも押すように、はいはい、コメントも必ず、コメントも必ずするようにね、うん、すごく面白いって毎回書いてください。うん。で、明日から3日連続で、うん、まさか打ちに行きたいと思うんで、もうね、うん、編集もだいぶ終わらせたんでね。そうね、はい、うん、3日連チャン、うん、楽しいね。AKB のアマネジ打ちたいなと思ってるんですけど、ちょっと釘見たらね、うん、あの前日でも釘が1台だけ見えたんですね。うん、4台入る1台だけ、うん、全然ダメでした。あれじゃ多分受けねえ、触ってないんじゃないぐらいだったよね。うん、ピンって。いじってくれたらいいんだけどね。うんうん、はい、まあまあ、人事尽くすために朝から編んでいきましょう。そうしましょう。はい、はい、感じです。はい、明日も頑張ります。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。